雷には気をつけろ。雷が来るぞ、気をつけろ。暗い。うわ、雷の瞬間だけ。え、ちょ、なんだと。雷の瞬間に上に敵を置くことで、そいつに雷を肩代わりしてもらう。出た、みんなのトラウマ。トラウマ多すぎなんだよ。そういうことかな。一番嫌いなステージだ。雷の瞬間でここにいれば、代わりにね、代わりに受けてもらう。うわー、あれ？トラウマが即死、一瞬笑え。早く早く、盾はどこ？水の中なら大丈夫。トラウマ偏差射撃、雷が落ちた。水の中にいても雷食らう。ドラウマ多すぎだろ、みんな。いやとりあえず縦にするは分かった。じゃなくてここ雷スピードめちゃくちゃ速いんですが、ダメ、感電したね、わら。よし、水の中でも食らった。ドンキーさんのガイドブック持ってますけど言いません。残念、感電するんだな。水の中もダメか。雷やべえ。6つ、わら、嫌いしん。雷よりも早く動かないといけないのですね。水の中も攻撃受けたような気がする。ここが3のトップ3には入る。何も考えずにまっすぐ進むと普通に被弾するのよね。出た、雷、わら。あいつ倒したいんだけどね。雷エッグ。とりあえず DK コインだな。いやー、ね、とりあえずこいつに雷を肩代わりしてもらおう。よし、一応ノンストップで走ってても買わせてる感はあるね。中屋さんのここの反応が楽しみすぎた。これあれかな、時間雷とは、時間雷とは別に雷落ちてくる。ドンキーさんエリーの声がわらわら。このステージだけは赤い鉢の安心感がかない。これ雷落ちる場所決まってない？ほら、時間雷はあるけど、それとは別に、あのほら、そこ落ちるとこ決まってるっぽいね。ほら、これほら、一応駆け抜けれるけど、感電。ほら、これそういうことか。おお、樽でも防げる。落ちるとこ決まってるっぽいね。ほら、これここね。スーファミ当時ここで残機結構吸われた。ここの雷舐めない方がいい。で、これは時間雷で落とさせて、ちょっと、こことりあえずね、 DK コイン取りたいね。効果抜群やな、とりあえず全力で走ればこの辺は抜けれる。で、あのディクシーの空を飛ぶは意外に危ないから使わない方がいいと見たね。いやー、今の見たわ。当時ここ難しいステージナンバー2に入ってましたよ。今はもう樽壊されちゃった。講話に弱い。ちょっと先行ってみ、あ、中間じゃん、帰れない。帰れるわ。
帰れるはいいんだけど。おかしいな。投げたらね、本人がいなくなっていた。残機の心配もあるんで一回クリアしようか。しかし鉄樽終わってますよ。貫通してる貫通。しびれた。わお、わら。あら、わら。戻れるかこれ。赤のバズは鋼飛行、わらわら。犠牲になったな、わら。帰れんないな。投げてる間だけ雷待ってほしい。これはまた着直しだな。とりあえず一回クリアしとこう。これ早くね、さすがに。え、これどうすんの。いける気。今さっきさ、水の中入ったら食らったんだよね。すごい進んでますね。いや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 、こちらの動きを読んで落ちてくる時もある。気合で行く。これはもうダメージ食らいながら行く以外に今のところ道が見当たらんが。あ、もしかして、ここ一体犠牲にしないとダメです。マジで。そうだよね、雷だと赤いけないもんね。赤を倒して上越えていくのかなって今思ったんだけど。いけますよ一応。これぐらい？あと考えれるの。まあ食らいながら行くけど俺は。ヒント当たる？難しい。俺は食らいながら行くけど。そこで苦戦したな。に落ちる。骨見えた、わらわら。ボーナス発見。二人いないとボーナスたどり着けんじゃん。強行突破。いつものゴリ押し。それか雷の止んでる時に急いで潜っていくか。よっ。よし。食らっていく方が早いんじゃない？雷くんでしょ、どうせ。でも基本雷は止まらなければいいだけだからね。よしよし。ぬるかったな。食らった方が楽ですよ。全速前進だ。コングの空発見。でもいや、バカじゃねえの今ね。なんか壊した瞬間に樽復活してきやがった。食らう方が手っ取り早い。タイミング悪っ。わ、今のはもつきかけらもなかった。当たり判定。あちゃー。チキショウ、セル。ちょっと残機がだいぶ減ってしまったね。やっぱそういう意味ではね、ディクシーを残しておいた方がいいかな。まあ、これが一番早いよね。うん、これよこれ。てか降ってきすぎだろこれ。残機やべえな。どっかで一回ためにかえるしかないから。ピッチだと残機セーブされないからゲームオーバー連続。
なるほど、普通に駆け抜けたらダメなタイミング、そういうのもあるのか。雷のテンポ早いな。きついね、これ、かなり。テントウムシ。ここ先投げとこう。赤バスのちょうど真上に雷落とせば水中まで行かないけど、犠牲の方が正直楽。残機回復にいいステージをコメントするのはネタバレかな。それはもうすでにいくつか自分では見つけてるけどね。てか1の1でいいんじゃない。やったー、ほらー、行ったぞ。ここでちょっと一気残しとく方が、まだゴールまでの道をね、理解してないからね、やっぱ残機は残しときたいね。残機を持ったまま次に。残機、残機、え、ちょ処理落ちもきつい。これよ、さっきやったがしたの。嘘だろ、タル回収できない。残機残さなくてもそういう意味では回収できるから別にいいなっていうのはあるけど、まあ残せるんなら残すに越したことはないんで、失敗したらもう諦めていく。ロックマンでもそうだけどね、もう諦めって結構大事なんだよ。食らってる無敵時間を使ってね。よし、ここの1機アップね、残機減ること考えると取っといた方がいいんだけど、まあしょうがない。諦めんなよ。これ直接行けばね。いけー、とりあえずゴール。DK コイント1個目のボーナスもまだか。ここでね、セーブをしておこう。残機をね、回復させるのがめんどくさいんで、ここでセーブを入れておこう。これロードすれば17機残った状態でできる。888、ナイス。ロストワールドに行きたいですって、なんちゃんでやってるドラマなの、ディクシー。ナイス。踊ってる。わらわら。よし、正解。まあこれはちょっと考えたら分かる。DKは分かってるからボーナスですね、探索は。全部倒せだ。クラウドマンが売ってるの？わらわら。全部倒せだっけ？さすがに。間に合った、間に合った。でこの次、ボーナス確か0秒でも地面に着くまではセーフ扱いだったかも。間違ってたらごめんなさい。そうか、まずこいつに雷を落とさなきゃいけないんだね。さあって一発で行きたいとこだけどね。おう、
よし、オッケーオッケー。33枚目さあ、セーブ入れとこうやり直したくないんでね。危ない。マリオ64ばっかやってんじゃねえよ。結果オーライ。焼き鳥にしてくれる。オッケーオッケー。よし、じゃあトラウマ克服でいいかな。